怪しいニュースの時間になりました。太蔵です。たまには会社は終わった後にスーツ姿もいいかなと思い、仕事着のまま動画を撮ってます。今日のトピック、今日のトピックはこのようなラインナップになっています。まず、一つ目のどうでもいいニュースは、太蔵のフォロワーが累計で、1万6500人を突破しました。10月に開設したセカンドの、フォロワーの方も、3500人突破になり、どん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 フォロワーさんが、増えていっています。去年の10月に始めたインスタは、今日650人を超えました。ありがとうございます。どんどんといろんな人とこうつながっていることを、実感しています。すごい嬉しいです。ありがとうございます。続いてのトピックは、あの超有名な、ゲイ雑誌バディが1月21日発売の、3月号をもって休刊になるという衝撃の、ニュースです。これはですね、僕2丁目に買いに行ったんですが、すでに売り切れて買うことができませんでした。完売でした。入手困難で、2丁目まで行ったけれども買えないという事態になりました。どうでもいいトピック、次はですね、エッジのビキニ入手しました。これです。これとこれを買うことができました。これどんなのかというと、中身を開けるとこんな風になっています。わかりますか？これです。もちろん履いて後で写真をインスタの方にアップするので見てください。最後に太蔵の、どうでもいいニュース、僕の YouTube の登録者が850人を超えて、1000人突破まであと残り150人となりました。登録してくれてる人本当にありがとうございます。この1000人を、突破した記念として、約束した通りイベントをやったり、あとプレゼント企画を、近々考えているので、もしよかったら、応募とかしてもらえたら嬉しいです。太蔵とリアルしたいという人いたら、ぜひぜひ、メッセージください。太蔵のどうでもいいニュース、最近のトピックで某山手線の駅の N の駅でツイートをしていた時に、横に変なお兄さんが来て、太蔵に100円玉を見せるという、不思議な現象が起こりました。なんで100円玉を見せたのかは僕にはわからないですが、もしかしたら、そのお兄さんは僕が、ツイートしていた、ものを見ていたのかなと思いました。どうでもいいニュース、続いてはですね、最近、僕がいつも愛用しているアプリで、太蔵ですかと言われることが増えました。僕は、名前をちゃんと太蔵とは書いてなくて登録しているんですが、なぜかみんなはもう太蔵ですよねということが分かっていて、僕にメッセージをくれるときに太蔵ですか、太蔵ですよねというメッセージを多く
もらうようになりました。登録している時の名前は、違う名前で登録していますが、もうバレてしまってはしょうがないので、泰造にしようかなと、考えているところです。以上、どうでもいいニュースでした。今日の、芸能界のニューストピックは、以上になります。お疲れ様でした。